What's going on, guys? Your boy Turbi Reacts here. And if you have not been paying attention to my channel, I've been sick in the past couple of days. Well, not really the past couple of days, more like for the whole weekend and stuff. So my videos have kind of been delayed. I'm going to try to get this Ippo reaction out because I promised y'all that I would do another super reaction on Wednesday. So I'm going to try to get this video out to you guys. Today might be a bit later on in the night, but I'm going to try to get it out nonetheless. Right now, you know, I'm still not 100%, but I'm feeling a lot better. I'm still stuffy. You can hear it in my voice and stuff like that. So I might cough and stuff like that. I hope you guys are not offended by me coughing or anything like that, or you know, find it disgusting or whatever the situation is. But we're going to jump into this Ippo reaction, man, and try to see if we can get to the end of Date versus Ippo fight to see how that goes. Okay, so let's just jump into it, man. I don't want to waste any more time. Let's just go and get the business done. All right, let's go. 甘く見ねえでくださいよ。トミコの占いはそこいらの占いとは一味も二味も違うんですから。あ、ひょっとして僕のことを占おうってんですか。ピンポーン、決まってんじゃねえか。いいですよ青木さん。気にすんなって、当たるんだからよ。あ、当たるならなおさら。試合前に縁起の悪いこと言われたくないですし、僕は遠慮しときます。面白そうじゃねえか。お待たせしました。それではパーッとやっちゃってください。何するんですか。話してくださいよ。始めます。はあ、タロットカードか。本格的だな。なかなか雰囲気あるじゃねえか。しっ、トミコの占いは霊感も使うんで集中力がいるんです。静かにしてやってください。霊感っすか。当たらんでもいい。笑える結果さえ出れば。出ました。一歩くんの明日の運勢は。何をしておる貴様ら。That guy has to go home. お疲れ様でした。おう、明日頑張れよ。応援行ってやっからよ。はい。思ったよりリラックスしてましたね。試合前に占いなどしとるバカ者どもは操るだけじゃ。ガチガチになって実力出せないよりいい傾向ですよ。いつでも明るくボクシングを楽しんでる。それがあの子たちの長所なんですから。こっちの緊張感まで失せるわい。ただでさえ小僧が日本タイトルなんぞピンとこんのに。そうですね、一歩くん印象全然変わってないですものね。入門してきたあの気弱な少年の頃から。でも強くなりましたよ。本当、試合が決まれば胃が痛くなる。セコンドにつけば心臓に悪い。あれほど手がかかるボクサーは他にはおらんわ。また明日も寿命が縮むわい。それでもいつも期待に応えてくれたじゃないですか。今度も信じましょうよ、勝つって。どうですか先生。やはり落ちていますか。いや素晴らしい。6年前世界戦をやる前の数値とほぼ変わってない。どうすればこれだけの体力を維持できるのか不思議だよ。筋力はむしろアップしてるし、視力の衰えもない。特筆すべきは視神経の反射速度の機敏さだ。ボクサーには必要不可欠なものだからね。間違いなくベストコンディションだ。明日の相手が気の毒なぐらいだよ。気の毒だと？冗談じゃねえ。あいつはまだ若い。一度や二度の挫折なら取り戻せる。だが俺は遠回りできねえ。世界戦にたどり着けなきゃ続ける意味もねえ。負けたら引退、その覚悟はとうにできている。叩きのめさせてもらうぜ。
幕の内。幕の内選手、お願いします。交渉。はい。鉄砲。青コーナーより挑戦者の入場です。おー、一発一発。幕の内選手が姿を見せた途端にこの大歓声、ゆっくりと今リングへ向かいます。続いて赤コーナーよりチャンピオンの入場です。 The hype is real. Let's get it.こちらも大歓声。その風格はまさに東証伊達英二貫禄の入場です。ただいまよりチャンピオンカーニバル日本フェザー級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー中台所属125パウンド4分の1日本フェザー級チャンピオン伊達英二。青コーナー鴨川所属124パウンド2分の1日本フェザー級1位幕の内一方。さあ、いよいよチャンピオンカーニバル注目の一戦、フェザー級日本タイトルマッチの開始です。最強の男は果たして伊達か、それとも幕の内か。注目のゴングが今鳴りました。体を揺すって近づきます。一方、静かに迎撃態勢を整えるチャンピオン。両者手の届く距離になってきた。スパーの時はガンガン出てきた。本番はどうなんだ。左をぴったりと折りたたんでる。スクリューブロー封じか。さてと、どれだけ進歩したか。まずは肌で感じてみねえとな。早い。打ち方にまるで無駄がない。しかも踏み込んできた伊達さんは打ち合うって言っている。はい、もう踏み込んできちゃやった。見事なシフトウェイトだ。避ける動きと攻撃を直結してやがる。今の右、明らかに威嚇だぜ。さしずめ、あの時とは違うぞってとこか。おお、小僧め、小尺にも拳で会話しよった。挨拶は済んだか。ならば行け、挑戦者から前に出る。よし、行くぞ。左をついてもらえ。打ち合いに付き合うな。チャレンジャーが打ち合いに来たんだ。チャンピオンが引けるかよ。かすったぐらいじゃ止まらねえか。一歩の出来がいい。これおっさん苦労しそうだぜ。ハイスピードの接近戦じゃスクリューブローみてえなためのいるパンチは打てねえからな。この距離ならスクリューブローは来ない。左右で連打だ。What he practiced. 回転を上げてきやがった。なんてやつだ。伊達が末だけでかわしきれなくなってきた。低いところからちょこまかと顔出しやがれ。パパ発生。おー、やめ、今上げしまった。ガード間に合われ。しょうがれ、一発もらってやら。Are you sure you want to take that punch though? ようやく顔が上がったな。打ち終わりを狙われた。避けられない。歯を食いしばれ。ただでもらったわけじゃねえんだよ。Still here, bruh. Still here. やった、幕の内ひるまない。どんどん前に出る。挑戦者らしい気持ちのいいファイトだ。行く一歩、坂田。
ては、見ては。なんすか、こんな時に。あのチャンピオン、強いんだろ。当たり前じゃないですか。チャンピオンなんすから。Right. 頑張れ、パー。なんと堂々と戦っとるんだ。器用な生徒という印象しかなかったんだが。頑張れ、幕の内。いい気合のノリだ。怖いもん知らずの若さってやつは手がつけられねえ。だがまだこういう味は出せねえだろ。ミヒック、抑えろ。ダメに hit him in the ear。 やっ、やった、チャレンジャーの動きが止まった。なんだ、テンプルは抑えたぜ。アンダージイヤーだ。やっ、 hit him in the ear。 I know that shit is annoying as hell。ガード、焦ったな、チューリップガードだ。That's experience right there。 マークの手、ボーナス一歩。流れを押し戻さなきゃ。ガースト、チャンピオンの左、マークの手、グラついた。一気に行けるか。いかん、大きいのが来るぞ。ドクスクリー。Locked it. Nice. 危なかった。やっぱり距離を取られちゃダメだ。多少強引でもくっつくんだ。マークのうち体を預けて追撃を送信。コークスクリューは早すぎたか。さすがにもう少し弱らせないと決めさせてくれねえや。おいおい、こんな距離から撃つのかよ。おい、yes。 向こうだ、撃てる隙間なんぞ。おー、 oh my god, I felt that coming. He practiced that, man. Ooh-wee! 驚いた、あの距離じゃパンチは死ぬもんだ。またしても高知交代、挑戦者の日の出るような連打だ。シン、あんなのがあるんじゃクリンチもできやしねえ。あらば打ち合うまでよ。ロープ際での打ち合いだ。チャンピオン手勝手、挑戦者に対抗。チャンピオンの意地か、真っ向勝負だ。挑戦者も前に出る。止まない、止まりません。ここでガンガン、両者判定などまるで頭にないかのような。第1ラウンドが終了。放送戦、気持ちはわかるぜ、おっさん。挑戦者を力でねじ伏せて国内最強の称号が欲しいんだろ。長いわ、欲張りすぎると痛い目見るぜ。均衡が崩れてきたか。やはり接近戦はパワーの幕の内か。ガードが間に合わなくなってきやがった。いける、きっかけを作って一気に切り込む。ジバーブローカー、ノッフェイド、フェイド、みっともね、引っかかっちゃった。いける、上に右。おー、往復打倒、首が吹き飛んだ。Boy, Dante can take a hit, bruh. They're not really clean hits. He's not taking clean hits.They don't look clean. Looks weird. Looks like he's absorbing the shot somehow. Oh, it's got that. 10秒あれば、でも絶対効いてるよ。次のラウンドいけるよ。あれ？どうした？伊達さんにはダメージはありません。フルスイングして当てたのに。僕の拳に、
何の手応えもなかった。Alright, that was pretty awesome. Alright, so there you go, guys. Episode, what was that, 55? Great episode. Start of the match, definitely loving it. They're brawling so far. And I love how they're showing Date's experience. That's what I love about what's going on right now, right? That's what I love about what's going on right now is they're showing his experience as, you know, defending the championship for so long and the stuff that he knows, like that punch that he gave Ippo under the ear, that's actually like real life stuff. There's a lot of things in this anime that I like that they, you know, refer to something that can happen in real life. So it's not like outside of the spectrum of you know what I'm saying, like complete it, this is so far from fantasy, you know what I mean. It's like in real life, if you get punched under the ear, my friend, it's ridiculous, okay? It doesn't feel good. You know what I'm saying, you know, and it knocks your senses, it knocks some of your senses a bit off. So that was pretty good, man. That episode, we're gonna jump into episode 56 and see what that's all about. But definitely loving this fight so far. Definitely loving this fight so far. So let's jump into it. Let's go. そのまま打ち合いだ。隊長、なんか言ってくださいよ。伊達さん、ムキになってますよ。完璧にリズムに乗ってやがる。やった、当たった。早いコンビネーション。しかし、ひるみません。早くても軽いパンチじゃ一歩は止まらねえよ。チャンピオンの意地もいいけどよ、このままじゃただのおっさんになっちまうぜ。挑戦者リバーブロー。そのまま猛烈なチャージ。馬力に物を言わせてブロックの上から叩きまくる。ボディじゃ腹を打ってガードを下げさせろ。ここだ。You see, when he hits him like that, it just, it's like a pity patter, man. Just doesn't, the impactfulness of the punch, just, it's not there. まただ。また手応えがない。そんな。バカだ。当たった。首をねじって、自分で首をねじってパンチの威力を流しやがった。派手にねじるわけに。自分でやっとったか。あの接近戦の中で小僧の強打を殺してたよ。聞いてない。伊達さんにはダメージがない。止まるな。You gotta catch him, Ippo. やった、幕の内手をついた。ダウンだ。ワン、ツー、スリー。驚いた。自分から首をねじってパンチを殺す。あんなことができるなんて。手を合わせれば合わせるほどあの人の凄さを感じさせられる。ニュートラルコーナーで悠然と相手を見下ろすあの佇まいが、あれほど似合ってる人はいない。ファイ、シックス。やります、大丈夫です。
何感心してんだ。見下ろされてるのは僕じゃないか。大丈夫だよな。フラッシュダウンさん来ちゃいねえよ。小僧、ダウンのことは気にするな。自信を持って打ち合え。どんな技術を持っていようが、さばききれないほど手数を出せばいいんじゃ。はい、よしよし、前で戦えるぞ。こうなったら倒し返せ。ダウンを取られてなお客席が沸きます。逆転 KO はもはや幕の内の代名詞。この期待に応えられるか。さばききれないほどの連打だ。挑戦者仕掛けた。左力強いスイング。ダウンの影響は見られません。伊達、気をつけろ。そいつはダウンすると目覚ますぞ。逆転 KO なんてシャレになんねえぞ。先生、見ててくださいよ。クーパーはこっから強いっすから。おう、よし、ダメじゃねえ。行け行け。伊達さん、落ち着かせるな。挑戦者下から猛烈に突き上げる。チャンピオンブラックも何度も現れます。うお、すんげえ破壊力だ。ガード壊すのも時間の問題だぜ。いいよ、一歩くん。ボディならねじって避けられない。君のパンチは効くんだ。ガンガン叩いて。よしよし。気づかんか、やりちゃん。一見派手にボディーブローが炸裂しとるように見える。柔らかいブロックじゃ。普通なら固く踏ん張ってしまうところを力の作用に反発せずにガードを流しとる。おそらく小僧はまた手応えがないと感じたはずじゃ。手応えがない。スカスカだ。またパンチが殺されてるんだ。脳から指令が各部の運動神経に伝達されるのに 0.2 秒かかると言われてる。ボクサーのパンチは 0.2 秒より速い速度で飛んでくる。筋肉の柔軟な外国の選手なら当たった瞬間パンチを流すのは可能じゃろう。しかしそれを持っとらん日本人があの技を成し得るのは予測じゃ。しかも単なる予測ではない。スイングのスピード、角度、さらには小僧の性格まで考慮した完全無比な洞察力。動きどころか感情まで読まれとる。そろそろあちら側も気づいたかな。さぞぞっとしただろう。起きた。第一ラウンドが終わった時、伊達が認めたろう。幕の内は最強の挑戦者だと。はい。修正していたんだよ。幕の内は以前のイメージと違っていた。だから打ち合いの中で再構築していったんだ。相手の技術的、精神的レベルをな。今では幕の内が何を考え、どう行動するか手に取るようにわかるはずだよ。That is a beast, man. I don't know. だとすると、強打者ほど手応えがないのは気になる。 How is Ippo going to beat this guy? もっと強く打とうと気が早い。もっともっとという気持ちが大振りを追う。このままじゃ、このままじゃダメだ。なんとかいいのを入れないと、またさっきみたいにあっという間に倒されちゃう。Yeah, lose your cool though. Oh god. From way back there?そしてこのガッツポーズ、強いのは誰だと言わんばかりのパフォーマンスです。 Damn! Nigga posing on Ippo too! What? 今まで見てきた中で今日の伊達さんは一番強い。改めて尊敬させられますよ。チャンピオンやはり出た。挑戦者も出る。打ち合いで
新作細かく時間の問題だな。今回は逆転 KO は無理だよ。そう何回も奇跡は起こんないよな。何言ってやがる。あいつはいつだって期待に応えてくれたじゃんか。今度だって奇跡を起こすよ。何やと応援団長、あそこで同窓生が頑張っとるというのに。そうだ、声出せ3年 B 組。まだまだ Come on, Ippo, wake up! Mother Brook, suck it up! I'm not gonna get it! Sixak, come back! Free us today, Brook, no money on it! Sixak, cross it! Hayak! Fast, yes! Get to it! Yes! Get to it, man! Stop hesitating! Get it! Yes, now you feel it. I know he felt that one. Let's go. Keep the pressure on. That they ain't going down from that, but felt those punches though. Omae no kobushi wa karui. Are ja ore wa taose ne. Boku no panchi wa tsuyou shinai no ka?すげえパンチだ。意識を根こそぎ刈り取られそうだった。だがこいつはボクシングをただ好きなだけの男の拳さ。倒れるわけにはいかねえよ。始まれ。これがチャンピオンの拳の重さだ。止めた。Excuse me? やばい、一歩のやつのシートを起こしてるぜ。畳み込まれる。破壊力なら船頭さんやボルグさんの方が上だ。だけどパンチの質が違う。一発一発に負けてたまるかって執念が込められてる。これがチャンピオンの拳か。チャンピオンさまる。ジャーニーの男をマットに進めてきたマクノーズのピンチプロを浴びても全くひるまない。信じられねえ。一歩のパンチを浴びて打ち返してくるなんて。伊達さんってこんな打たれ強かったのか。おっさんは世界戦で2ラウンド KO 負けしてんだ。決して打たれ強いボクサーじゃねえよ。我慢強さで必死でカバーしてんだよ。さっきだって一歩が半失神してる時ぐらついてやがった。相当ダメージあるんだよ。小僧はあの瞬間を見逃している。このままじゃ何を打っても効かんという暗示にかかってしまう。今からガゼルパンチのコンビネーションは完璧だった。なのにこんなに力強く打ち返してくるなんて。僕のパンチは通用しないのか。どうすれば。どうすれば。普通に顔を歪めて打ってるおっさんの顔を鬼の形相と勘違いしてやる。ビリ上がってバカ野郎が。チャンスなんだよ。挑戦者バランスを崩した。コックスクリュー。
強烈な右、しかし空落ちでブロック。心臓狙いだ。予告通りフィニッシュにかかりましたね。まだハートブレイクショットを決められる段階じゃない。その判断ができないほどさっきのガゼルパンチが効いちまってる。そのパンチは丁寧にブロックしろ。心臓打ち狙いはお勉強済みかよ、このガリベン野郎が。フィニッシュを狙って大振りになってる。手を出せば当たる。でも、でも何を打てばいいんだ。やった、チャンピオンの手にまともに入った。挑戦者の膝が落ちる。耐えた。この後どうしよう、どう戦おう。チャンピオンラッシュ、挑戦者手が出ません。 Here we go again。 Ippo man、 ずるいくらい違う、こんな人とどうやって戦うんだ。やばいぜ、撃たれっぱなしだ。この撃たれ方は危険だぜ。まずいですよ会長。止めますか、タオル入れますか。どうした小僧、追い詰められた時の貴様のファイターどこへ行った。ボルグ戦の時のあの勇気はどこへ行ったんじゃ。やった、ボディでそのまま沈む。ついにダウンか。こんな人とどうやって、どうやって戦えばいいんだ。Oh my god, Ippo has really let me down right now, man. He keeps getting the upper hand. Like, dude, not because somebody... You're in a fight. What do you expect, Ippo? You expect it to just go smooth? Every fighter is going to be different. I thought you would know that by now. That it, even though this move might have worked or knocked somebody out in a previous fight, that doesn't mean that the same thing is going to happen on the next fight. Come on, man. This is common sense stuff, man. Like, now you're just acting stupid in the ring, like you can't think. You're there admiring the guy instead of fighting. And I get it. Date has a lot of experience. And I love his character for that, because they're showing that, you know, he's not going to be able to just run over Date just like how, you know, because, I mean, he's been pretty much getting battered and bruised by every fighter he fought. You know what I'm saying? It's always a brawl. And now he's in a brawl and he's doubting himself again. It's time for him to stop this, man. Yeah, you gave him your best shot. The simple means that the thing that you should get out of that is that, listen, he's not freaking invincible. That's what you should be thinking. He's not invincible. Hey, I gave him my best shot. He didn't go down, but at least now I know Duke can take a punch. How many of these punches are you going to take? That's how you should be thinking. You shouldn't be admiring and go, oh my God, how can I beat this guy? I'll never beat this guy. You know what I mean? So I'm really disappointed in Ippo right now, because usually he always brings himself back to himself. You know what I'm saying? So this episode, not shining the brightest light on Ippo right now. I'm not. Loving what, how he's thinking right now, how for himself. Let's jump into the next episode, man. Let's go. では動くじゃないか。まだ体も動く。僕はまだ全部出し切っていない。Let's go, man. 何？幕の内下から突き上げた。強烈なアッパー。すげえのが入った。幕の内チャンスだ。足が言うこと聞かねえ。
まずい。 Legs not looking real good there, doctor. What's up? まだ全部出し切ってない。でも足もまだ動く。来る。今の状態じゃ首をねじる系統もできねえ。体が動くうちは終われない。まずい。動け。終わらない。動け。That was pure luck. ここでゴング。第4ラウンド終了。両者引きずるようにしてコーナーに引き上げます。それにしても凄まじい粘りを見せる挑戦者。ダウン寸前から放った視界性の一撃は第5ラウンドに逆転の望みをつなぐ一発でした。あのアッパーは普通出ないぜ。逆転あるよこりゃ。だがもらっても倒れねえ伊達もすごすぎるぜ。心臓に悪すぎる。This is too stressful for the heart, bro. そうさ、いつも通りじゃねえか。必ず逆転してくれるさ。全く先がわかんねえ。一体どうなるんだこの試合は。ねえ高村さん。やかましい。黙って見てろ。そうっすね。ボクサーから見てもこんな試合なかなかお目にかかれないですしね。一瞬たりとも目を離せねえ。頑張れよ一歩。俺にもわかんねえんだよ。一目じゃアドレナリン。はい。晴れが一人表能を当ててくれ。はい。どうじゃ小僧、目は見えてるか。いいやっぱりじゃった。だってもどぎもを抜かれたろ。ダメージはゴムゴムじゃ。やれるか。次のラウンドもいけそうか。なんじゃ動く。また動く。おお、そうか。動けるか。出し切らなきゃ。うん。全部出し切るまで終わるもんか。僕は挑戦者なんだから終わるもんか。意識が。治療なんざ後でいい。マッサージだ。足の痙攣を止めてくれ。とんでもねえ野郎だな幕の内は。俺はさっきまで KO 勝ちを確信してたんだぜ。頼むぜ。1分でいいんだ。動くようにしてくれよ。ギタギタにしてきてやるからよ。しくしゃあの野郎。ただじゃ済まさねえ。ぶち壊れるまで殴ってやる。くそくそがセコンド。いいか、スクリューブローが来るぞ。左のガードは絶対外すなよ。貴様のパンチならひっくり返せる。頑張れ。聞こえるか、クズ。危険ですね。うなずいてはいますけど。理解できておらんじゃろうな。どうだ、踏ん張れるか。行ってくれ、おやすん。さあ、第5ラウンド。場内割れんばかりの幕内コール。期待に応えて奇跡の逆転があるのか。くそ、さっきの一発で盛り上がっちまいましたね。無理もねえやな。伊達のダメージも相当なもんだからな。それだけじゃないっすよ。あんなカッカ来てる伊達さん、初めて見ましたよ。嬉しい限りさ。え、冷静だの大人のチャンピオンだの言われてるが、俺にとっちゃそんなの本当の伊達じゃねえんだよ。久しぶりにおやっさんなんて呼ばれたな。一瞬タイムスリップした錯覚にとらわれちまった。思い出すぜ、コンビを組み始めた頃、お前はいつだって喧嘩越しでコーナーを飛び出していったっけ。若くエネルギーを持て余してた頃の姿とダブってくる。ここへ来てついに最強の姿を取り戻してきたぜ。さあ第5ラウンドのゴングが鳴った。ボックス。
れたら左ガードを固めて、くっついたら小さく連打。練習通りだ。会長、一歩君、ひょっとして意識が。いや、戻っておらん。意識をなくして、それでもわしの言いつけを守って戦っと。もはや練習熱心などという言葉では語れん。わしはこれほど貴様に信頼されとったのか。信頼に応えねばならん。限界まで戦わせてやる。しかしその限界を少しでも超えたら躊躇なくタオルを投げ込むぞ。精子を無事に家に返す。それがトレーナーの最後の仕事じゃからな。頑張れ小僧。されとったのか。信頼に応えねばならん。限界まで戦わせてやる。しかしその限界を少しでも超えたら躊躇なくタオルを投げ込むぞ。戦士を無事に家に返す。それがトレーナーの最後の仕事じゃからな。頑張れ小僧。伊達さん、スクリューブローにこだわらないで回り込んでください。こだわっちまんさ。コークスクリューは足先から拳まで連動させて打つ。まさに自分の全てをぶつけるパンチだ。そのパンチで半死半生の男を仕留められないとくれば屈辱以外の何でもない。ましてや世界を狙うなら、あいつは最後までこだわり続けるだろう。そういう男だ、伊達さん。一歩のやつ、もう振り回してるだけだぜ。大したもんだ。それでもスクリューブローだけはきっちり止めてやがる。よけた。よし、いいぞ。頑張って待って待って。なんだよ、フラフラじゃねえかよ。あいつきっと意識が朦朧としてるんだ。目だってあんなに腫れてまともに前も見えてねえだろうに。俺たちの声に反応して。そこだ、撃て撃て。Ippo? Stop! 挑戦者ボディを突き上げた。頭をぶつけてボディを連打。そのまま押し返さ。まだ力を残しているのか。すげえ押してるよ。まだ力あるじゃん。やろう。上等だ。よっと、チャンピオンまたもつけて応戦。ボディの叩き合いだ。よし、聞くなエイジ。昔のてめえなら喧嘩をして打ち合っただろうが、打ち負けんな。一歩くん。挑戦者が徐々に前に出てきた。接近戦に分があるとはいえ恐ろしい底力。くそが、こうのしかかられちゃ打ちにくいったらありゃしねえ。
どっからこんな力が出てきやがるんだこの野郎ボディ攻撃が冴えるチャンピオンクモンの表情だや離れろまた頭からいったよ離れやがれどれ何また押してきやがるついに打ち勝ったShit. He's unconscious, man. Taoreta! Makanouchi down! Champion の体が離れた途端にバタリとスカイボーが取れたかのように倒れました。先ほどの3ラウンドのダウンとは全く様子が違います。明らかにダメージが蓄積されてのダウン。これはもうカウント以内に立ち上がれそうにありません。ワン。カウントなんてもういいわ。こいつ。おっと、幕の内が体を起こした。タツキだ。立つぞ。まだやる気だ。頑張れ幕の内。押してきていたんじゃない。俺に寄りかからないと立っていられない状態だったのか。俺を探しているのかよ。凄まじいまでの逃走本能だ。見事すぎて声も出ねえ。そうだ、俺はここにいる。立ってこいよ。とどめを刺してやる。だから立ってこい。目を見せて。マークのうちファイティングポーズ、やるのかやれるのか。なんと判断の難しい選手だ。止めるべきか、どうする、投げるべきか。ま、待て、マークのうち。おっと、レフェリーの掛け声を待たずに前に出た。ボックス。ありがてえや、近づいてきてくれたぜ。実はよ、さっきのボディ打ちが効いちまってよ。こっちもポンコツ寸前なんだよ。さあ、チャンピオンが余裕を持って構えた。幕の内はじりじりと間を詰める。こいつをもう一息。幕の内一歩。無理だよ、もう戦いこねえよ。今まで相手に寄りかかってなきゃ立ってられなかったじゃんか。奇跡はもういいよ。お前のその姿が奇跡だよ。ダメだ。わざわざやられに行くようなもんだぜ。ボディだ、うん、今のおっさんには何の余裕もねえ。ボディで落ちるぜ。ボディってさっきの連打が効いてるんすか。言われてみれば伊達さんコーナーから出てこねえ。ってことは一歩ボディだ。ボディだけ。伊達さんはそれで落ちるぞ。一歩ミュージックです。カマーンベイビー。チャンピオン左。熱いか。聞いている。チャンピオンの腰が落ちた。
逃げる。もう一発だ。リバーブロー。 Can't take a liver blow right now. 絶好の的だぜ。違う、つかえたんじゃねえ。Oh crap, he stepped back for the screw blow. The corkscrew. Yeah, he's wide open. Shit. Was out though. Alright, so Ippo has taken his first L, and I have to say, like, it wasn't like an embarrassing loss. You know, it wasn't an embarrassing loss, so definitely much respect. I mean, the experience of Date, man, and in some ways also, I appreciate that they've made him experience the loss at this moment. Why? It makes you want to watch more to see how his journey is going to turn out. So this is also very good story telling on the anime's part, because, you know, you're wondering if he's never going to lose a match, you know, because he's always got these comeback KOs, and they started playing the music, getting us all hype, and Junker, shit, it got me hype, you know what I'm saying, every time I hear that, you know that music, when that music comes on, you're like, here comes the comeback, man, let's go, you know, but unfortunately, you know, the experience of Date prevailed here, and I'm glad that this is where Ippo lost his first match, because he will learn a lot from this moving forward. This is not something that's gonna make Ippo quit boxing, you know what I'm saying, because when you experience your first loss in anything, to the type of person that Ippo is, even though he kind of disappointed me in the end of the last episode before this one, you know, it's just the way how you look at things and the way how you see things and his perspective on life and how much he loves boxing. It's just not going to end here for him. And I'm happy that, you know, for the story, it makes a lot of sense for him to lose here. You know what I'm saying? In a championship match. You know what I'm saying? Not a tournament, but in a championship fighting for the belt, he lost. So now he understands that he can go as far
as he wants to go, you know, if he sticks with it. The experience fighting somebody like Date is going to teach him a lot. It's going to make him a powerhouse in the division. No doubt about it, because now he's going to definitely going to understand that, you know, things are going to happen. I can possibly lose. So now I got to be more prepared. I'm not invincible, you know, and it's not an embarrassing loss by no means whatsoever. It's a great way for him to experience his first loss, you know. So I'm really looking forward to see what's in his future. I'm going to watch one more episode to see how they wrap this up. Definitely going to be a lot of sad faces, of course, to be expected. But let's go. Let's jump into the next episode, man. Let's do it. チャンピオンの牙城を打ち崩すことできず、KOも10でストップ。日本タイトルマッチはご覧の2分32秒。チャンピオン伊達英二に外貨が上がりました。伊達さん、最高っす。すげえもん見せてもらいました。 敵はいません。跳ねてからチャンピオンが言っている世界が、これで見えてきました。一歩、故障を控えるか。僕はいい試合じゃったよ。 幕の内、強かったぜ。おかげで昔の自分を取り戻せたと思う。結果にも内容にも納得できたのは久しぶりだ。ありがとうよ。伊達さん、こいつを。 ありがとうございました。壮絶で感動的なタイトルマッチでした。まさにチャンピオン・カーニバルの名に恥じない一戦。15分弱の時間の中に死力を振り絞った女優、そして数々のドラマ。ボクシングの殿堂後楽園ホールの歴史に間違いなく 名勝負として刻み込まれることでしょう。なんやその目つきは。センドエンボルグ、what's the deal。目つき変えへんかったら怪我するで。ああ、東京へ。ああ、ボルグ選手と天童選手だ。あ、ちょ待たんかよおい。 ボルグ言うたら。 そうかい。我も同じ気持ちやったんかい。幕の内に直接借りを返さんと収まりつかへんのや。必ず再起してくるんやで。伊達はもうベルトを返上して世界取り一本に絞るはずだ。王座は空位、仙道ボルグの王座決定戦。若い世代に時代が移るってことだ。ん？ 帰ってきてたのか。
ミアラ。期待してたんだがな。接戦だったが完全な実力負けだ。初黒星のダメージは大きい。頼むぜ、完全な、いやそれ以上の形で復活してくれよな。でなきゃ楽しみが減っちまう。どうだ一歩のダメージは。ボルグ戦の時よりはマシだってよ。タオルがもう少し遅かったらヤバかったらしい。そうか、まずは一安心だけどよ、なんか入りづら。ああ、ちょっと待ってくださいよ。なんだよ。あんたまたざまみろとか恥さらしとかデリカシーのないこと言う気なんでしょう。まずいっすよ、一歩は初めての負けなんすから気使ってやりましょうよ。いえ、しかしな。約束っすよ。死人に鞭打つようなことだけは言わないでくださいよ。分かったよ、分かっちゃいるんだが、どうしても痛くなっちゃうんだよね。ダメだ、あの人には負けた人間の気持ちなんぞ分からねえ。いざって時は力ずくであの口を押さえ込むぞ。それじゃ一歩にねぎらいの言葉を書きに行こうじゃないか。嘘くせえ、しらじらしい。うん、思った通り落ち込んでやがる。作戦ミスが多すぎた。わしが盾をもっと研究しておれば。悔やんでもしょうがないことだけど、チャンスはあったよ。本当に惜しかった。すまんな小僧。謝るのは僕の方です。途中から全然覚えてないんですけど、教えてもらったことができてなかったんだと思います。どうもすみませんでした。また頑張りますから、よろしくお願いします。わざと明るく振る舞ってるわけじゃない。負けた直後にはいそうですかと納得できるほどボクサーってのは単純じゃねえんだ。何ヶ月も前からの努力が一瞬で不意になっちまったことを、自分が負けたという事実をまだはっきりと理解できないでいるんだ。高村さん。青木。あの今日はどうも。あ、よく頑張ったな一歩。なんだよこの反応はよ。あまりにも意外でつい。やればできるじゃないですか。意外だと。じゃあ言ってやろうじゃんかよ、期待通りの言葉をよ。いやあ負け犬じゃん。しょうがねえな、あの人は。すまねえな、言い聞かしたんだけどよ。あ、いいんです、あの方が高村さんらしいし。それに意識は飛んじゃってたけど、応援してくれてた人の拍手や歓声はずっと聞こえてました。それなりにいい試合ができたんだと思います。本当にありがとうございました。お医者さんには大丈夫って言われました。そうか、あれだけ撃たれといて全く頑丈だ。おい、じゃがボクサー活動はしばらく休業じゃ。伊達戦のみならず今まで全て激しい試合じゃった。貴様は向こう3ヶ月ジムに顔を出さんでええわ。3ヶ月も。ダメージの蓄積というのはバカにならん。貴様の場合3ヶ月でも足らんくらいじゃ。はい。何しとる。あっ、カモン、ケンチリトリ。とりあえず安心ですね。あまり気落ちしてない様子だし。これからじゃよ。
これからじわじわ真綿で首を絞められるように負けたことを実感していく。立ち直れるかはそれからじゃ。暇だな。電話も鳴らないし、勝つと取材とかで忙しいのに。はい。Damn。マクドッチですけど。一歩さんいらっしゃいますか。あ、クミさんですか。はい。お久しぶりです。今お話しして大丈夫ですか。休んでたんじゃないかと。全然大丈夫です。試合残念でしたね。仕事で見に行けなかったんですけど、新聞見て。ありがとうございます。気にしてもらっちゃって。しばらく休業って書いてあったんですけど、暇ありますか。ええ、もう暇で暇で。こないだのお兄ちゃんのお礼もしなきゃいけないし。え、もしよかったら今度。はい。今度私と。誰と話してんだ。お兄ちゃんには関係ないから。もしもし、クミさん。何コソコソしてんだよ。もしもし、電話貸せよ。やだ。いいからよこせ。やめてよ。どうしたんですか、クミさん。クミさん。なんでもないです。離れましたから。離れた。いえ、なんでも。幕の内だな。は？昨日の今日でよくもまあ抜け抜けと電話できるな、この負け犬が。どうもすいません。ごめんなさい、電話変わりました。もう用件だけ言いますから。ああ。今度の日曜私とお出かけしませんか。気晴らしになればと思ったんですけど。はい、ぜひ。お兄ちゃんなんて知らない。日曜だな。絶対ついてこないでよ。幕の内さん、結構絶叫ものとか強いんですね。とても面白かったです。遊園地なんて小学校以来ですけど。クミさんはモテるだろうから、初めてってことはないですよね。そんなことはないですよ。中学の時かな、いいなとか思った人に学校帰りに家まで送ってもらって、ばったり兄さんに会っちゃって。それで。じーっと見下ろしたまま時間が経過して、そのうち男の子がプレッシャーに負けて逃げちゃって。その気持ちわかる。そういうパターンが多いから彼氏もできたことないんです。でも私にとってはすごくいい兄だから。ボクシングするようになって心配で、少しでも助けられればって思って。それで看護婦さんに。ええ。今はそんな心配ないですよね。真柴さんチャンピオンですもん。チャンピオンになったからって心配がなくなるわけじゃないです。はあ。人を殴って自分も怪我をして、それが楽しいとか、やっぱり男の人のそういうところよくわからないし。でも前よりは理解できるようになったつもりです。幕の内さんには感謝しています。次はお化け屋敷に入りましょう。はい。大丈夫です、偽物ですから。怖くないですから。お化け屋敷ってこんなにいいものだったのか。さすがボクサーですね。いや、さっきの話なんですけど。え？学校帰りに家の前で会ったっていう、偶然じゃないと思うな。真柴さん、クミさんが心配で待ってたんじゃないかな。今日のことだってもしも知ってたら絶対心配で。知ってますよ。え？大丈夫ですから。
全部偽物ですから。This guy. ひどいひどい。どうして急に走って行っちゃうんですか。さっきお兄さんがいたような気がして。もういくら兄さんでもそこまでしませんよ。そうですよね。厳格ですよね。はい。じゃあ次はあれに乗りましょう。あ、はい。いつも来てるけど、ホールを上から見るのは初めてだ。リングはあの5階にあって、ついこの間なんだよな。あそこで負けたのは。あっ、済んだことでくよくよしてもしょうがないや。せっかくクミさんと一緒なのに。楽しかったな。ん？今日はプロレスの日か。僕の時もこれくらい並んでたんだろうな。もし勝ってたら応援してくれた人たちは喜んでくれたろうな。なんて申し訳ないことしたんだろう。いい試合ができればそれでいいと思っていたけど、確かにみんな褒めてくれたけど、喜んでもらいたかった。やっぱり勝ちたかった。どうだった？うん、パパ楽しかった。また来ようなうん勝ちたかった。 Of course you did, Ippo. I wanted you to win. Alright, well...Okay, well, there you go, guys. That is the end of today's Super Reaction. Have a few thoughts on that. So we got to see the Ippo versus Datify. Pretty interesting fight, to say the least. Learned a lot. Hopefully, Ippo comes out stronger out of this. That was awesome that they did this in this episode, with him going out with his girl.To kind of get his mind off of it. But as you see at the end of the episode, he, you know, he just couldn't avoid really thinking about it, just like what the trainer was saying, you know, for the next 3 months, before he gets back to the gym or whatever the situation is. During this rest time, he's going to have a lot of time to think. As I said, I don't think Ippo is going to quit because of this, you know, obviously, because we have like 100 episodes to go.But at the same time, this is not something, I mean, just to draw a parallel from real life, you know, sometimes it takes a lot of losing to be able to get that one win. Okay. So I'm a person like this when it comes on to, you know, failure and success. Is like you succeed once you fail. Failure is the best teacher, you know, in life.You know what I'm saying? Because you learn from your mistakes, not going back and doing the same thing. You know, you learn from your mistakes, see what happened and change, right? And then you'll be able to succeed. And you still might not succeed on the second try, or the third try, or the fourth try, or the fifth try, but you're learning as you go along, okay?
So that's pretty awesome that they're kind of interweaving that kind of philosophy into this anime, which is pretty awesome. He was winning and winning and winning. Now he's experienced his first loss. How will you bounce back from that? You know, how will you bounce back from that? How will you get up? How will you pick yourself up and become a better person, become a better boxer? You know, it's going to be pretty awesome to see how they do that in the upcoming episodes of Ippo. Is growth. So Date has vacated the belt. So now it's going to be Vorg and Sendo that's going to fight for it. Hopefully, I don't know who to bet on that. Hopefully they do show that match. To me, Sendo is a way more interesting character for me to say, okay, I think that's who Ippo should fight for the belt next. I think Sendo is a way more interesting character than Vorg is. Vorg is more of, I don't know, it's not that I don't like him. It's more of that he's just not that interesting to me. Sendo is a way more interesting character. You know, I love the smash. I mean, he's coming off the ground with that baby, man. You know what I'm saying? So it's just, I like his move better too. So I just think it would be a very interesting match. If I was going to see a second match between either of those guys with Ippo, I would want him to fight Sendo again rather than Vorg. So totally understandable. It wasn't an embarrassing loss, as I've said before. So he should be able to bounce back, no problem. So Date has gone to fight, take on the world. So we'll see what takes place in the upcoming episodes. Thank you guys for tuning in, man. It's been a pleasure just doing these super reactions for y'all. Hopefully I can get another super reaction out this weekend. So definitely promised you guys that I was going to do this, and I made it a point to get it done, even though I'm not 100%. Okay, so thank you guys for tuning in. It's the first time watching a reaction by me. Please consider subscribing to the channel and hit that notification bell. Also, leave a like on the channel on this video, and also leave a comment in the comment section. I need to let you guys know, interaction on YouTube is what makes your channel grow. The interaction makes your videos pop up in other people's recommended, like people who are anime, people who are interested in anime or this particular anime, right? When they go to search, your video will pop up because there's interaction on it. Now, if it's only like 2-3 likes on the video, YouTube's not going to really care about it. Like if everybody that watches the video likes the video, that's like 100% interaction, right? So I'm urging you guys to do this because I'm loving my growth, but at the same time, I still want to pick the pace up just a tad bit. I would love to see the pace get up a tad bit because I grew the channel mainly off of Game of Thrones and Ippo, but you guys are watching it. I see that there's a lot more people watching my Ippo videos now, and I really appreciate it. But if you guys could just leave a like, don't forget to like the video, man. Just like, leave a comment in the comment section. I know you guys know how to interact with YouTube videos, so I don't have to tell you guys how to do that, okay? But thank you guys for watching. As always, you already know who it is. It's your boy, TerraByte Reacts, and peace.